新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて、政府は北海道、宮城など8つの道と県を緊急事態宣言の措置対象地域とする案を専門家による分科会に諮り了承されました。何としてもこの今の感染を抑えないと医療がさらに厳しい状況になりますので、ぜひ国民の皆様のお一人お一人のご協力も改めてお願いをしたいというふうに思います。緊急事態宣言の措置を行う地域に加わるのは、北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島の8つの道と県です。合わせて高知、佐賀、長崎、宮崎の4県をまん延防止等重点措置の対象とします。期限は27日から来月12日までです。これで宣言の対象は21の都道府県、重点措置の適用は12の県となります。政府は午後に国会に報告した後、対策本部を開いて正式に決定する方針です。